んにちは。これは佐々木さん、魔王様なら今ご不在ですが。いえ、今日は別の用事でお邪魔したんです。駒ヶ根からの野菜が多すぎて足屋さんたちが困っているだろうから、お手伝いしてきてあげなさいってお母さんが。実はご懸念の通りで、スイカはみんなで食べ尽くしたのですが、野菜がなかなか減らず。ちょっとキッチンをお借りしてもいいですか？もちろんです。このトマトは煮て裏ごししてピューレにしましょう。パスタやトマトスープを作るときに役に立ちますし、冷凍すれば長期保存もできます。ナスは輪切りにして天日干しにするんです。カラカラにすれば秋頃まで持つかな。冬瓜は小さめの角切りにしてシロップで煮た後よく冷やすと夏のひんやりデザートに。ああ、足屋さん！このアルシエル、感服いたしました。そのような英知がこの私にもあれば、魔王様にもっと快適な暮らしを。泣くほどのことじゃないですよ。